こんにちは。こんにちは。スキービーチパパです。キママです。よろしくお願いします。本日は、楽しみにしていた、ユニクロ U、2020春夏発売日ということで、早速購入してきました。今回は速報版的な感じで、たくさん購入したので、購入したものをささっと紹介していくんで、後日詳しい商品のレビューだったりコーディネートは次回以降にご紹介したいと思います。今回オープンしてちょっとしていったんですけど、まあまあ、そんなにでも人多くなかったですね、思ったより。ねえ、あんまり多くなかった、リリースは多くなかったですね、あんまり。メンズはちらほら、僕が行った時点で10人前後だと思うんですけど、そこまで思ったより多くなかったんですけども、直前アイテムチェック動画でもいいの結構あったんですけども、実際に見た方が気に入ったやつたくさんあって。本当に。大量購入ですよね、はい、結局僕10点購入してきました。10点も買ったんですか。ガチ購入です。本当ね。なんかユニクロ U 安いしと思って買っていったら意外に結構2人で全部で5万ちょいしました。びっくりしました。ねえ、びっくりして帰ってきましたもんね。まあでも本当気に入った。これでもマジで抑えた方で、本当はもうちょっと欲しいのあったんですけども、まあとりあえず絶対欲しいのと思って絞ったんですけど、それでも今回10点あったんで、まあ個人的には今までのに比べると結構当たりの方だったかなと思います。ということで結構たくさん買ったんで、今日はささっと紹介していきながら、何を買ったかとサイズとカラーと金額だけご紹介して、また次回以降に詳しいことはご紹介しますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず1点目購入したのはこちらです。じゃん。クルーネック半袖です。価格が1000円でサイズは L サイズを購入しました、カラーは白です、クルーネクティー、これ先日も購入してご紹介したんですけども、追加購入ということで今回は白を購入しました、今までは結構クルーネクティー XL をほとんど買ってたんですけども、今回はこっち白は L サイズを購入してみました、割と体型に合ったサイズ感でちょっと着てみようかなと思って、今回は L を追加購入しました。続いて 2,3 点目がこちらです。じゃーん。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツボブ袖です。2点購入したんですけども、白は XL を購入して黒は L サイズを購入しました、価格は1500円です、アイテムチェック動画でもめちゃめちゃ気にしてて、もう買うって宣言してたやつなんですけども、もう思った通りの素材感で、好きな素材感で、あのアレキサンダー1の時とほぼ同じ素材だと思うんですけども、表はエアリズム、裏はコットンになってるやつで、これももう即買いしました。本当これはもう毎日でも着たいような、もうインナーにもできるし1枚でもいけるしって感じで購入しました、続いて4点目がこちらです。じゃん。リブクルーネックセーターです、カラーは黒でサイズは L サイズを購入しました、金額は3990円です、これも良かったですね。思ったよりロンティーみたいに着れて、なおかつリブのニット編みになってるんで、ちょっときれいめにも着れるし、あの素材感も柔らかいのでめっちゃ良かったです、本当大人っぽく着れるなと思って、で店頭に置いてあるサイズが S から L までの3サイズしかなかったんですよ、割とユニクロ XL 買うことが多いんですけども、一番大きいのが L しかなかったんで、ただ今回はもうちょっと上タイトめのコーディネートで行こうかなと思って、良かったです。 L でも全然かっこよかった、似合ってましたね。ということで今回は L を購入しました、続いて5点目がこちらです。じゃん。ドライタッチサマークルーネックセーターです、カラーはブラウンでサイズは L サイズ、金額が3990円でした、これもあの気になってたやつなんですけども、ちょっとメッシュがかったような、ちょっと透けてる感じなんですよね、透け感があって、これ黒とかもあったんですけども、意外にこのブラウンなんですけども、ちょっとカーキっぽい感じもありつつ、ブラウンっぽい感じもありつつ、なんか深い色味で、かっこいいよね、なんか上品なカラーなんで、先ほどのクルーネックセーターは黒を購入したんで、こっちはちょっとブラウンで遊んでみました、こっちもあの一番大きいサイズ L しかなかったんですけど、本当に L で良かったです、XL があったら本当は着てみたいんですけども、このサイズ感もちょっと新鮮で、今年のトレンドも少しきれいめなので、体型に合ったようなサイズで購入しました、続いて6点目がこちらです。じゃん。ミドルゲージ V ネックカーディガンです、カラーが黒でサイズは L サイズで、金額は3990円です、毎年ユニクロ U のこのカーディガン購入してるんですけども、今年も本当素材感もいいし、今年は少しボタンが多いんですよね、ボタンの数が多めで、ここの空きが狭くなってるんですよ、全部閉じてもなんかニットみたいに着れてかっこいいし、もちろん開けて着てもよかったんですけど、これもL サイズが一番大きいサイズで、店頭にある分はなんで割とタイトめというか、体型に合ったサイズで購入しました、
これ売れてましたよね。これあのいろいろ試着して戻った時にびっくりしました。もうこの淡い明るいブルーもあるんですけど、この黒と明るいブルー、本当もう一気にびっくりしました。もう何点しかなくて、ねえ、すごい売れてた。これもしかしたらオンラインとかでももうないのかもしれないですけど、うん、これあの見てみてください。本当にこれいいです、うん、すごい値段の割にものすごい高級感もあるし、ね、素材感すごいいいです。重厚感もあるね、うん、いい感じ。これおすすめです、はいはい、続いて7点目がこちらです。じゃん、イージーワイドフィットパンツです、はい、カラーがブラックでサイズは M サイズの、金額が3990円です、はい、これもアイテムチェックの時からすごい気になってたやつなんですけども、うん、もうこれは本当何よりも着心地がめちゃくちゃ良かったです、うん、もう軽いし、うん、絶対春夏もヘビロテするだろうなっていう素材感で、うん、これもすごい上質感があります、うん、これもまたコーディネート動画の時ちょっと楽しみにしてもらいたいんですけども、本当シルエットもすごい綺麗で、うん、本当楽だし綺麗だし高級感もあるしで、本当良かったです。これは、うん、何にでも合わせれそうな、うん、なんで今回購入した割と L サイズの体型に合ったニットに、このちょっとワイドなパンツって感じでいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、M サイズで僕身長178の70キロで M サイズで全然良かったです、うん、それでもワイドでしたよね、うん、続いて8点目がこちらです。じゃん、ジャージーショートパンツです、はい、サイズが M サイズでカラーは黒の、金額が2990円です、はい、ショートパンツは29でした、うん、これもすごいワイドなパンツなんですけども、うん、シルエット良かったです、うん、難しいんですけど、日本人がこういうワイドで丈の長いショートパンツって結構難しいんですけども、うん、これもコーディネート次回ご紹介するんで見てもらいたいんですけども、うん、なんでこれは先にちょっと言っておくと、腰履きするよりちゃんとお腹で履いて合わせると合わせやすいかなと思います、うん、さっきの割と体型に合ったニットとかにいいんじゃないかなと思います、うん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 、これも素材感もめっちゃいいし、うん、おすすめです、はい、続いて9点目がこちらです。じゃん、スリムフィットストレートジーンズです、はい、ネイビーの32インチを購入しました、はい、価格が3990円です、はい、デニム狙ってたんですけども、うん、まあドンピシャではなかったんですけども、うん、デニム欲しかったので、うん、まあ本当ベーシックな形で、特に太くもなく特に細くもなくって感じで、本当ベーシックな形なんですけども、うん、デニムの質感とかはめちゃくちゃいいです、うん、このコスパ的にはすごいいいと思います、うん、確か黒とか白もあったと思うんですけども、うん、まあベーシックにデニムを久しぶりに U で購入しました。ユニクロ U の薄いブリーチがかったやつは持ってたんですけども、うん、インディゴがなかったんで、うん、インディゴこれベーシックに購入しました、はいはい、そして最後に購入したのがこちらです。じゃん、デニムワークジャケットです、はい、カラーはネイビーの、サイズは L サイズで、価格が6990円です、はい、まあ、今回一番値段的にはお高めのアイテムなんですけども、はい、まさにさっきご紹介したデニムとセットアップで着たくて購入しました、はい、まあ、春といえば G ジャンということで、はい、あの本当これもデニムの質がめちゃくちゃいいです、うん、これも M と迷ったんですけども、本当体型通りに着て、さっきの32インチと M サイズでちょうどよく着るか、このちょっとゆったり着るか、もともと割とゆったりめなんですよ、うんうん、ラフに着た方がなんとなくいいかなと思って、うん、L サイズ購入したんですが、僕の体型では L でも結構ゆったりめです、うん、他のユニクロ U とは違って結構武骨な感じで、今年デニムをしてるそうなんで、すごい質感もいいし、うん、かっこよかったですね、うん、デニム系のワークスタイルしたい方にはぜひいいと思います、はい、これも実際店頭に行ってみて、あの質感だったり、うん、あのまあ、これは本当着てみて体型だったりサイズ感が大事だと思うんで、うん、着てみてください、はいはい、ということで以上10点、はい、さささっとご紹介していきましたけど、はい、なんか80点ぐらいのがいっぱいある感じだったんですけども確かにね、ドンってこれっていうのが特別あったわけでもないんですけど、まあ、うん、本当平均点以上のものがたくさんあるって感じで、うんうんうん、個人的にはあのテーラード以外でなんかカジュアルなセットアップとかあるとすごい嬉しかったんですけども、うんうん、まあまあ本当コスパ的にはやっぱ相変わらずすごいなって感じで、値段とかも関係なくとも、なんか欲しいと思う、うん、テンション上がるワクワクするものがたくさんありました、うんうんうん、まあ、特に春夏のアイテム、うん、色も明るいものも多いし、うん、ワクワクしますよね。新鮮ですしね、なんか今まで重いお服を着てたもんね、うん、まあ結局黒が多いんですけどそうですね、まあ、素材が春夏なので軽く着れるし、はい、まあ本当好みですけど、うん、黒が好きっていうのもありますし、うん、やっぱり人気のブランドなので、うん、あの黒は質感もよく見えるし、あの被ってもまあ分かりにくいというか、コーディネートでいろいろこう足元とか、うん、頭で変えれるので、うん、あのその辺的にも、まあ、個人的には黒おすすめではありますね、うん、
でもせっかく春夏なんで、うん、もちろん明るい色を入れていくのもテンション上がるし、うん、おすすめです。はい、はい、ということでまた次回以降に、うん、あの商品の細かいディティール、商品レビューだったり春夏コーディネートご紹介していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。